インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 9月18日の朝9時20分です。鹿児島はかなりすごい風が吹いてるみたいですけど、現在の熊本県八代市の様子は、まあ風っていう風は吹いてないですね。まだ何事もなくっていう感じなんですけど、ポツポツちょうど今雨が降り出したかなぐらいの感じです。本当ね、マジで台風来るのかなぐらいのノリなんですが、まあ、嵐の前の静けさみたいな雰囲気はちょっとありますね。もうあちこちね、お家なんかもほとんど、例えばお隣さんなんかもね、こんな感じで全部、対策を済ませてるっていう感じです。うちもね、ちょっと嫁さん起きてからは可能な限りなんかしようとは言っているんですけど、まあ今んとこ、まあ、全部雨戸閉めたりとか、そのぐらいの様子ですかね。結構自販機なんかのゴミとかも、ゴミ箱とかも全部撤去されていて、はい、こんな感じで全部ゴミ箱はなくなっています。それでもその後捨てに来た人とかね、結構いるんだと思うんですが、でいつも海には船が止まっているんですけど、海上保安庁のだったりとかねするんですが、本日はどこにも船はうちの前には止まってないですね。はい、全部船がなくなっている状態になっています。っていうか今ちょうどこれ取り出したぐらいから風が吹き出しました。お結構吹き出したな。今自分ぐらいからちょっと風が吹き出しました。うちのすぐ近くに夢タウンがあるんですけど、八代市の夢タウンは今日は夕方5時まで、状況によっては早く閉めるということになっているんだそうです。うちの奥さんも、働いているお店が臨時休業になったりとかですね、しているということで、あ、吹き出したね。ちょっと風が吹き出した感じかな。今日は一応ちょこちょこ定時で外に出れる状態ならですね、まあレポートはしていきたいと思います。熊本県八代市の今の状況でした。 Thank you for your listening. GoodAir.com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ GoodAir では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオ GoodAir の YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。